西口北高野駅は埼玉県高野市赤県団一丁目にある東日本旅客鉄道高崎線の駅である。上野駅発着系統と新宿駅経由で東海道線に直通する湘南新宿ライン、上野駅、東京駅経由で東海道線に直通する上野東京ラインが停車する。島式ホーム一面二線を有する地上駅で京上駅舎を有している。 開業当初は東側のみに出入り口が設置されていたが、2008年12月に西口が開設され、従来の出入り口は東口となった。高野瀬駅が管理する JR 東日本、ステーションサービスが受託する業務委託駅、指定席券売機、自動改札機、自動生産機を設置している。 2016年3月10日より、始発から午前6時30分までの間は、遠隔対応のため改札係員は、不在となり、一部の自動券売機のみ稼働する。かつては、緑の窓口も設置されていたが、2006年3月24日にもしもし券売機帰る国へを置き換えられる形で、廃止された。さらに、もしもし券売機帰るくんも2012年2月2日に、 多機能券売機に置き換えられる形で営業を終了した。そのため一時当たり駅で指定券等の購入ができない時期があったが、2013年12月、券売機更新により指定席券売機が導入され、指定券購入が再度可能となった。発車メロディには、コーノス出身のシンガーソングライター、ミネウリコーの曲である、ハンズ、大きな手から小さな手へ、 マイナスが採用されている。2020年度の1日平均乗車人員は5607人である。JR 東日本及び埼玉県統計年間によると、1990年度以降の1日平均乗車人員の推移は以下の通り、出入り口は開業時、現在の東口のみであった。東側はすでに宅地化されていたが、駅西側は開発されておらず、 水田が広がる電園地帯であった。その後、2005年から西口新設工事と駅周辺開発事業が開始され、2008年12月に西口が暫定的に2009年4月に駅前広場及び取付道路が完成し、水田はなくなっている。出店広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。